わあすごっ。あ、出てきた。照明照明。マジで。あそこ見えますか？はい、鬼。はい。今回の動画は、前回言った、清水滝を、探しているときに、道に迷ってしまい、違うところに行ったときの話です。マジでこれ？マジでこれ。地図に道が出ない。ガチの山の中だ。これはやばいだろ。てか道が、え、そうでしょ、これこれもう道じゃないよ、これ草で、先がわかりません。ここからは、歩いて調査したいと思います。緊急事態ってことですね。緊急事態ですね。今向かってる途中なんですけど、草ぼうぼうで、道かどうかがちょっとわかんないんですよね。ただ見てて分かる通りで、この幅しかないわけですよ。車 U ターンするに U ターンできない状態なので、もう少し進んでみたいなと思うんですけど、いいですか？ OK。 気をつけていきましょう。一応ですね、道っていう道ではあるんですけど、これはこの間の悲劇を思い出しますよ。キリストのところですね。着いた？この先じゃないですか。あ、なんか見える。ほら、あ、あるあるある。あ、つうか足どうすか。この格好で行っちゃダメです。この格好ダメでしょ。今猛烈に反省しております。今回反省してジーパンで来ております。よ、世界。あ、道ありますよ。え、本当に。ほら、どっか U ターンできる場所じゃないと、道も、なんだろう、バックはちょっと本気で厳しいかなって。いや、厳しいよ。まさかこんな感じになってるとは。いや、ちょっとこれは。道ではあるんですけど、車が通らんことはないけどってやつですね。これ通れん。あ、これは厳しいね。ちょっとあそこまで行ってみよう。もうちょっと先。うん、いや、これはちょっとね。うわ、マジか。背丈ぐらいあるね。ねえ。これは本気でピンチですね。無理無理無理。ないね。行きたかったところではあるんですけど、場所は違うんじゃないかな。木が倒れてこれ通れないっすね。行ってみましょう。なんでなんでそんな行く気満々なの。せっかくならさ、もうここまで来たらもう。合ってるのかな、これ。今まで
った中で一番だろ。え？このまんまだと思うんだけど。嘘だ。もう無理かな。やめよ。少し登った先に U ターンができそうな場所があったので、そこまで頑張って進んでみます。出た。あ、いかっ。今ね、バッテリーがおかしい。エンジンがほら動く。電気が落ちる。何をそんな無理した。多分登るとき無理したじゃない。なんとか山は降りれました。この後道が違っていたのに気づき。無事、清水滝に向かうことができました。下調べ大事。ということで、今回の動画はここまでです。俺にかかって、来い！